皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の数学、正の数と負の数の11回目、積の符号についてお話しします。積っていうのは掛け算の答えのことでしたね。この掛け算の答えが正の数になるか負の数になるか、今日はそんなお話です。ではまず3つの数の掛け算の積、これから、考えていきます。その時その掛け算の中に負の数がいくつあったかって、これも調べていきます。括弧1、 3×4×2 と、正の数3つ掛け算しているので答えは正の数ですね。答えは24です。プラスの符号は省いておきます。この掛け算の中に負の数は1つもありません。つまり負の数の個数は0です。括弧2番、-3×4×2 と、ここに負の数が1つ入ってきましたね。ね、-3×4 で答え、ここの部分で負の数-12になりますよね。で、負の数に2をかけるので答えは負の数になる。ですから -24。 この式の中に入っていた負の数は -3 が1つです。3番、-3×-4×2、 これは負の数が2つ入っていますよね。前の部分で -3×-4 で、この答えが正の数になります。その正の数に正の数の2をかけるので答えは正の数となって24。負の数の個数1に2個入っていますね。括弧4番、-3×-4×-2 と、今度は負の数が1、2、3とあります。-3×-4、 負の数かける負の数で、この答えが正の数になって、この正の数に負の数の-2をかける、正の数かける負の数、こうなるので答えは負の数になって -24、 こうなることがわかります。この式の中に入っていた負の数は -3、-4、-2と3つあります。このことから負の数が1つ増えると、掛け算の中に1つ増えると積の符号、掛け算の答えの符号が変わっていってます。まず負の数の個数が0の時には正の数、1個の時には負の数、2個の時にはまた正の数になって、3個の時にはまた今度は負の数になっちゃってますよね。これから分かること、掛け算をしている負の数の個数によって答えの符号が変わっていってるってことですよね。負の数が1つ増えるごとに積の符号が変わっていってると。簡単にまとめると、じゃあ正の数になっている時のこの時ですね、1番と3番だ。この時負の数の個数0と2、偶数個あるね。奇数個あったらどうなるか、奇数個は1個と3個の時、2番の答えと4番の答え、答え負の数になっていますよね。これは今3つの数で確かめましたけど、4つの掛け算、5つの掛け算でも同様のことが言えます。今日の要点はここの部分です。積の符号で掛け算の答えの符号は、その式の中に負の数の個数が偶数個の時、0と2の時、正の数になっていますからプラスになって、負の数の個数が奇数個の時、1個と3個の時には負の数になっていますよね。だから負の数の個数が奇数個の時、積掛け算の答えの符号はマイナスになると、こういうことです。この部分覚えてほしいところです。もう一度言うと、積の符号、掛け算した答えの符号はその掛け算の中に負の数がいくつ入っているかによって決まります。で、負の数の個数が偶数個だったら答えはプラスがついて正の数になって、掛け算している負の数の個数が奇数個の時、これは負の数になる、だから答えにマイナスという符号がつくということです。ではこのことをもとにして練習を3問やってみましょう。括弧1、
マイナスにかける6かける4で、掛け算の中に負の数の個数は1個ね、マイナス2だけですよね。ですから答えの負の方はマイナスがつきます。答えはマイナス48とこうなります。括弧に3分の1かけるマイナス9かけるマイナス5、ここ約分しておきますね。この掛け算の中に負の数はいくつあるでしょう。でマイナス9とマイナス5ですが、2つありました。偶数個ですから答えは正の数になります。ですから答えは15と、こういうことですね。括弧3番マイナス3かけるマイナス2かけるマイナス5分の1かけるマイナス10で、分数でも小数でもルールは同じです。でこの分数の部分約分しておきましょう、ね、1で2となりますね。でこれ1,2,3,4 個、負の数の個数が4個、偶数個あるので答えは正の数になります、ね、答えは12とこうなるわけです。もう一度大切なので確認すると、積の符号、掛け算の答えの符号はその掛け算の中に負の数がいくつあるかによって決まると。負の数が偶数個の時には答え正の数になる、プラスですね、負の数の個数が奇数個の時には負の数になる、だから答えにマイナスがつくと。このことをしっかり覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。